根に戻ってシーズニングで野菜を炒める工程を深掘りしてみます。醤油コーティングが野菜を炒める工程に近いのではとのコメントが来ていて、それを検証するためにも実験してみました。次回の動画にはなりますが、結論から言うと塩は重要で、野菜コーティングと醤油コーティングは別物ですが、野菜コーティングも効果は高いです。事前に醤油コーティングに必要と思われる栄養素を含んだ食材を厳選しました。この時点では野菜で醤油コーティングをするイメージでした。今回使用する野菜は玉ねぎ、かぼちゃ、アスパラ、ブロッコリーです。実は想定とは別の栄養素が必要だったのですが、偶然入っていたので成功しました。今回使用する鉄はタークのパエリアパンです。水につけて防錆剤を洗剤で洗い流している状態からスタートします。170度で設定をして低温になるまで待たなければいけなかったのですが、間違って食材を投入してしまいました。ベジチップスを作るイメージだったので、野菜も食べれる部分を使ったのですが、早く入れてしまったので焦げてしまいました。理想はシーズニングしつつベジチップスも作れるで行きたかったのですが、今回の動画の性質上失敗しても撮り直しができないので、このまま続行します。焦げ付きは想定内だったのですが、黒い焦げではなく茶色い焦げがつくイメージだったのでパニックになってます。慌てて焦げを剥がしている姿をお楽しみください。塩と油はこの量では少なすぎで、油は5ミリくらい、塩は大さじ1くらい入れてください。まだ大丈夫そうなアスパラを食べてみましたが美味しいです。10分くらい炒めたら終了です。では効果を検証していきたいと思います。この黒い焦げの部分が醤油コーティングと同様の効果があると思っていて、黒い部分だけ剥がれるのを想定していました。でも実際は地金が見えているところもちゃんと剥がれます。これで分かったのが、醤油コーティングと野菜コーティングは別ということです。この野菜コーティングは別名でポリマーコーティングになります。このポリマーもコメントでいただいていました。別となると醤油コーティングとポリマーコーティングがどっちがいいのかって話になりますが、私は欲深くどっちも極めたいです。目玉焼きを焼くときにアスパラの香りがすごく、これがさらなる大発見につながります。発見詳細は次回ですが、概要をお話しすると、醤油コーティングとポリマーコーティングは混在できます。醤油コーティングをする場合は野菜を炒める工程はしないでください。醤油コーティングをした後にポリマーコーティングをすることで効果は倍増します。ポリマーコーティングを先にすると焦げ付きを防止する効果があるので、醤油コーティングがしづらいことが分かりました。今までツルツルした鉄は効果が薄かったのですが、併用することで中鉄並みのくっつかなさになります。ポリマーコーティングを落として醤油コーティングをした動画も参考程度に載せておきます。併用を発見したのはこの動画を撮影後だったので、醤油コーティングのみです。中鉄よりペロンと剥がれる感じではないのですが、剥がれています。タークでも醤油コーティングは有効だと確認できます。醤油コーティングの動画を見ていない方は概要欄から見てください。次回の動画は醤油コーティングに次ぐ衝撃動画になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。